早くも、桜前線が加速。花見客殺到、朝5時から。今日は何時頃から ?5 時ちょっと前ですね。みんな昼ぐらいに集合しよう、ってなってたんですけど。なぜか俺の集合時間だけ、5時だったんですよ。やっほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。ほいじゃま今回は、テレビで放送された面白いインタビューを見ていくぞ。俺だったら一回家帰るわ。こんなん有名なインタビューといえば、お惣菜きんぴらにきやら自己防衛おじさんとかもいるけど、それらはまるっと別動画で紹介してるから、そっち見てくれー。何この豪華すぎる夫人。それじゃあ第2弾早速スタート。対面授業スタート。初めての大学生活は、これまで男子校だったので女の子が司会にいてすごく新鮮だった。まず、女の子になれないとダメですね。あらまあ、初々しくて可愛いじゃないですか。夢のキャンパスライフ。勉強も恋愛も頑張るぞ。とか息巻いてるクソインケ。どうも。あめよ。いや何その急な暴言。まず、インケは恋愛対象にすら入ってねえ。これはあくまでこの女性の考え方に過ぎないでしょうが。あと中1の夏休みで、のやつは人間として最低らしいよ。思想が極端すぎんだろうが。とはいえ、最近の小学生は、同年代の男子は子供すぎるから、みんな高校生や大学生と付き合っている。マジで?というか小学生と付き合おうとする大学生の方が怖いわ。ま、思春期の男子なんざ、大体こんなもんだし、子供すぎても仕方ないね。本音と建前って社会では大事なんですよ。そして彼のように、みんなが欲に忠実になれば、少子化問題が解決する。と話すプロも何のプロなんですか。じゃ恋愛編終わり。彼らがバラ色の大学生活を送ったことを祈っています。続きまして、徹底分析。関心総理はどんな人。乾杯。というと負けそうでありますから、やっぱりここは干渉でいきたいと思います。政権を必ず取るという決意のもとに乾杯。なんでやねん。ま、有名人なら他にも。一言いいですか?嫌です。これはかっこいいっすわ。麻生総理、秋葉に凱旋。太郎ファンが集結。かなり頭の柔らかい、ニュータイプ的な発想をされる方だなと思いました。有名人って麻生さんじゃなくてお前のことかよ。さすがは秋葉原よ。ちゃんとシャアに絡めたコメントをしてるあたり、さすがっすわ。一方関西人は、大阪市で3年ぶり積雪。高速の通行止め、相次ぐ。北海道の人の気持ち、わかる。せいちゃん関西人の気持ちわかるわ。雪国にお住まいの方、怒らないでください。雪降って、車の上とかに2ミリ程度積もっただけで、冬を知った気になる。これマジで関西人あるある。北海道の人からすると、2ミリの積雪、かっこ笑いでしょうけど。そしてうどんの国、高松人はというと、台風16号。日本海を北上。急に水が来た。急や。台風の中裸で突っ立ってるって、何者だよ高松人。あ、しかし。10年に一度クラスの台風でも、命を懸けて会社に行く。それが現代日本人である。ガンガン行くなよ、命大事に。自分の HP を消費し、通常以上の活躍をする。こやつもはや暗黒騎士じゃねえか。その例えやめてください。でも、こんなこと。ロスでは日常茶飯事だね。なわけあるか。というわけで最後は、外国人のインタビュー編。つかこれ通り魔事件のインタビューなんすけど。人に当たる確率、3200分の1。人工衛星のかけらが地球へ。人工衛星の破片が、落ちてくるらしいですね。知らないよ。すがすがしいまでに興味なくて草。一方、ロシアでは、隕石の破片と思われる、石は今どこに?もう撃って、酒代にしたよ。降ってきた隕石を酒に変えるって、どんだけだよロシア人。花より団子。はロシアで隕石より酒という、スケールでかすぎんだろ。はたまた北京では、日本語はわかりますか?わかりません。コント番組かよこれ。ちなみに、コントみたいな受け答えは他にも。テポドンを知っている?はい。ご飯の上に、天ぷらが乗っている。
それは天丼。天丼か。というわけで以上、面白インタビュー画像でした。カメラ向けられて、とっさにこういうの言える人マジですごい。それじゃあ特にオチもなく、この動画はおしまいである。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。